聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン。同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五獄に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちはどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？シュンも一緒か？アンドロメダは？いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。それは一体どういうことだ？お前たちにいちいち説明する義理はない。シリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス。自分だけで獲物を独り占めするつもりか？お前たちは。ミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。ふん、たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか？よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ファイト！ギャラクティカ・イリュージョン！このアイアコスがお前を葬って。三人まとめてかかってこなくて大丈夫なのか？ギャラクティカ・イリュージョン！俺一人で十分すぎる。それがどうした？早いな、スピードが自慢か。アイアコス、何を驚いているのだ。俺は全速力ではない。さすが三巨頭といったところだが、それがどうした。ゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れるな。まだ力を隠しているようだな。あまり油断していると全力を出す前に倒してしまうぞ。盛り上がるな。貴様のために全てを見せる必要などない。死んでもらうぞ。お前の負けだ。ギャラクティカ・イリュージョン！笑わせるな。どうした？俺の力はまだこんなものではないぞ。うりゃ！くらえ！くらえ！ギャラクティカ・イリュージョン！このカノンの敵ではない！もはや貴様は満身だ。俺の動きを捉える力も残った。ブロンズ戦とごときの野望をくじかれた怖くて、なぜこれほどまでの力が。私も驚いている。己の欲望のために振るう剣、正義のために振るう剣、これほどまでに違いがあるとはな。 KO ウィナー。アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。天罰かもしれん。小手調べが終わったのなら、そろそろ本気で来たらどうだ、アイアコス。
なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。体の自由が。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。糸が切られた。誰ですか、邪魔をした者は。コスモがオーラとなって燃え立つ。あれはフェニックス。フェニックス一騎。手を貸そうか、カノン。しかしお前は助けを借りるような男ではなかったな。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シュンが冥王ハーデスだというのだ。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育ったのだ。なんであいつがハーデスなものか。ほう、お前がハーデス様の兄貴だと。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにてパンドラ様がお守りしているからな。何？パンドラだと？昔幼かったシュン、謎の女がさらおうとしたことがあった。まさかパンドラとはあの時の。しかしそうだとしても、なぜシュンの体でなくてはならないのだ。そうか、分かったぞ。シュンは死ぬ気なのだ。あいつはそういうやつだ。順番を決めろ。どいつからこの俺の餌食となるのか。冥界三巨頭の力見せてもらおうか。ハーデス様の兄貴とはいえ単なるセイント、死んでもらう。ファイト。フらえフフ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 フ。俺のスピードをしのぐとは。お前の攻撃さっきと貴様の水だ。お前の攻撃その上を行けばいいわけだ。己フェニックス。この屈辱を貴様の死をもって償ってもらう。まだ生きる。フェニックスというだけあって少しはしぶといよ。三巨頭108のスペクターの中でも最強。ブロンズセイントに敗れてたまるか。それがどうして。一思いに葬ってくれよ。フェニックス、もはやお前の死は決定的だ。それでフェニックスを片付けたつもりか。かつてこのカノンもフェニックスと戦ったことがあった。奴は何度か倒された。その度に起き上がるウィナー。この程度の実力とはな。何もかも捨てたはずが、これでは。信じられん。アイアコスほどの男が。次は二人まとめてかかってくるか。何？なんだ？これは一体？体が？消えた。フェニックスの体が。バカな。一体
一騎はどこへ。アイアコスを倒した一騎だったが、次の瞬間パンドラの力によって謎の光に包まれ、ジュデッカへとテレポートさせられた。そこで一騎が目にしたのは、冥王ハーデスと化したシュンの姿だった。この火のように熱いコスモ、とても懐かしい気がしたのは、この肉体に刻まれた記憶によるものか。シュン気安く呼ぶでない。一騎よ、お前の弟の肉体はハーデス様が現世に降臨なされる器に選ばれたのだ。そんな馬鹿げたことを誰が認めるか。シュン、俺だ、一騎だ、目を覚ませ。己、この後に及んでまだそのようなたわごとを言うか。引っ込んでいろ。俺は聖夜たちと違ってフェミニストじゃない。たとえ相手が女だろうと遠慮なくぶちかます。よく聞け、フェニックスよ。お前たちセイントがいかに必死になろうと、もはや無駄なことなのだ。地上は間もなく闇となる。なんだと。グレイテストエクリプス、世の大いなる力によって太陽系に属する星々すべてを一直線に並ぶように企てた。二度と日の光を見ることのない永遠の日食が訪れる。すべての命が死に絶える暗黒と凍土の世界に変わるのだ。分かったらこれ以上無益な血を流すでない。せめて安らかに死を待つがよい。それが事実ならじっとしていられるか。神の意志であろうと止めるしかあるまい。ハーデス、お前の命を絶ってな。この大バカ者が神に手を挙げるつもりか。パンドラ、好きにさせてやれ。この男は初めから死ぬつもりなのだ。さすがは世の肉体に選ばれたアンドロメダの兄よ。むしろ世直々に死を与えて使わすもよかろう。何、肉体が世の意志に逆らって動こうとしない。やはり死ぬ覚悟でハーデスを受け入れたのか。バカな、自分を犠牲にするとは。これではっきりしただろう。シュンは断じてハーデスの肉体として生まれたのではない。その星座の名のごとく、自らを犠牲にしてでも地上を守るアンドロメダのセイントだということか。兄さん、今だよ。思ったよりも甘い男よな、フェニックス。弟を殺すことはできんか。もはやこの肉体は完全に世のものとなった。パンドラ、その男の体を丁重に始末いたせ。はい、では失礼いたします。誰だ、そこにいるのは。ハーデス、お命頂戴する。待ちなさい、シャカ。あれはシュンではありませんか。手出しはなりません。シャカ、それにアテナ。ハーデス、どうかお願いします。グレイテストエクリプスを止めてください。たとえ我が身に変えても。どうか。神話の時代から争ってきたあなたに頭を下げられるとは。よかろう。シャカ、そこの槍でアテナを刺し殺せ。どうした。アテナの望みなのだぞ。喜んでさせ。喜んで刺しましょう。ハーデス、あなたにならば。なりません、シャカ。
釈迦は行儀の良い男と聞いていたが、神に槍先を向けるとは言語道断。先にお前から始末してくれる。ハーデス、あなたの目的は私のはずです。グレイテストエクリプスを止めるまで、生きとし生ける全ての命は私が守ります。なんだこれは。熱い。このコスモは感じる。私のコスモを受けて、シュンのコスモが蘇ろうとしている。目覚めなさい、シュン。あなたの肉体に救う、ハーデスを追い出すのです。バカな。シュンの肉体がこのハーデスの魂を拒むとは。あとわずかで地上が暗黒と化すというのに。このまま引き下がるわけにはいかん。この上は世と同じように。アテナ、あなたの肉体にも崩壊してもらうまでだ。ハーデス。コキュートスの氷地獄から脱出して駆けつけた聖夜は、ハーデスの魂から解放されたシュンからアテナのコスモがジュデッカの奥へ消えていったということを聞く。アテナを追った先で二人を阻んだのは巨大な壁、冥界と神の楽園エリシオンとを隔て、神以外は通り抜けることができないという嘆きの壁だった。嘆きの壁を破壊する唯一の方法は太陽の光だが、冥界の最も奥深いこの場所に太陽の光が差し込むことなどありえない。無駄と知りつつも、釈迦が自らの命を投げ出して壁の破壊を試みようとしたその時、アテナのコスモを受けて蘇ったゴールドセイントたちが駆けつけたのだった。やめろ、釈迦。お前ほどの男が犬死になどせぬものじゃ。どうし。嘆きの壁は壊せる。ゴールドセイントの十二星座はすべて太陽が通る道筋、行動に位置しておる。つまり、十二のゴールドクロスには神話の時代からまさしく太陽の光をふんだんに浴びている。太陽の力を持つ我らゴールドセイントがコスモを最大限まで高め、命を一つにしてぶつければ必ずや嘆きの壁は壊せる。この光はなぜここにサジタリアスのゴールドクロスが。サジタリアスだけじゃない、他のゴールドクロスも。死んだゴールドセイントたちの魂が冥界へ援軍に来てくれたのか。なんだゴールドクロスが共鳴しているぞ。この共鳴は、他のゴールドクロスがこのジェミニのクロスを呼んでいる。しかもこの共鳴の仕方は、よほど事態が差し迫っているに違いない。急がねば。カノン、残念だが行かせるわけにはいかん。そこをどけ、ラダマンティス。お前の相手をしている暇はない。ようやくお前と決着をつける時が来たようだな。待っていたぞ、カノン。ファイト。
もはや貴様を侮りはしない。そのラガマンティスに匹敵する力の持ち主として、アノン、貴様を全力で叩き潰す。油断につけいることはできない。これはそう簡単にいかないようだな。悪いが勝負を急がせてもらうぞ、ラダマント。これで決着だと。兵隊三巨頭を舐めてもらっては困る。全力でかかってこい、カノン。俺の望みは全身全霊で挑んでくるお前に打ち勝つことだ。思ったより甘い男だな、ラダマント。目障りだ、ラダマント。私たちの戦いもこれで最後だ。これほどとは。アナザーディメンション。ここで決着をつけるぞ、カノン。さらばだ、バカめ。目障りだ、皆さん。ウィナー、いい加減で悟れ、お前の敗北を。これがゴールドセイントの力だ。貴様、クロスを脱ぎ捨てるとは何のつもりだ。もはや私には不要のもの。さあ行け、ジェミニのクロスよ。他のゴールドクロスの元へ飛べ。あとは頼むぞサンガ。私の役目は終わった。今度こそ心ゆくまで相手をしてやるぞ、ラダマンティス。クロスを脱いだ裸同然の体で俺に勝つつもりか。勝つつもりなどない、ただ死への道連れになってもらうだけよ。話せ、バカな。お前ほどの男が相打ちを狙うなど、正気か。私の役目は終わったと言ったはずだ。最強のゴールドの12人が揃った今、勝利は完璧なものとなった。このカノン、もはや過去の悪事を全て清算して何の憂いもない。やめろカノン。冥界、そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に一条の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。あ、アイオルスが矢をつがえた。聖夜春、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオルスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波で、わしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシ、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは、神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに今こそ終止符を打つのじゃ。さあ、分かったら早くこの場を去れ。
わかりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。僕がやらなきゃいけないんだ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。ファイト。積み切れてください。ここからどう行けば。あなただってただでは済まない。これで脅しているつもりか。このミーノスも甘く見られたな。先ほどまでハーデス様であった顔に傷をつけるのは一瞬で殺してやるから大人しくしていたまえ。守れジェイヨン。ここまで。その精度、精度の実力でこのミーノスと乗り合おう。万死に値するぞ。足止めするのが精一杯だ。諦めなさい。ここを通すわけにはいかない。壁から感じるこのコスモは何だ。いい加減にそこをどけ。なんと鋭い先を放つ人なんだ。少しでも気を抜けば得られる。ラージです。この力私に貸すがよい。ウィナースペクターといえど誰も傷つけたくないんだ。本当の力を出してしまった。行くぞ。地上の愛と正義のために、命と魂の全てを注ぎ込んで今こそ燃えろ、黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。このご恩は伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは超次元聖夜春。ゴールドセイントたちは行ったのか。ああ、行った。俺たちに愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ。セイヤ、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などをエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、シン、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ、二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと。これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。
スペクターなどやめて人形芝居でもやればどうだ。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。ファイト。オケー、キグナス。せーや、このエリシオンに着くまで大人しく控えてもらおうか。あたその程度ですか。その程度か。ピクソン、俺はお前を倒して必ずエリシオンへ行く。オーロラサンダー、アタック。これだけの攻撃をぶつけてものともしないとは。その程度ですか。冥界三巨頭と謳われるだけ。まだ分からんのか。君の闘気など、諦めなさい。ミーノスには通用せん。アタック。どうやら聖夜たちそこまであなたまで遠ざかった。俺もエリシオンに行かせてもらうぜ。まさかペガサスたちがエリシオンに行く時間を稼ぐためわざと私の攻撃を受けていたというのか。俺たちは必ずエリシオンへ行く。誰にも邪魔させはしない。邪魔だ。諦めなさい。さあ踊り狂え。貴様らの方だ。諦めなさい。なんだこれは。積み木くマリオネーション。私の操り。ヴィーナスの宝器。オーロラサンダーアタック。どうか降りつけ。おのれ、エリシオンなどに行かせてよ。ウィナー。戦いは格ではなくコスモで決まるのだ。マーマ、マーマ、マー、よし今だ。ミーノス。言ったはずだ、貴様らにエリシオンへなど行かせんと。何？なぜ私のサープリスだけが。なんと、ミーノスが跡形もなく消し飛んだ。やはりこの空間は神以外のものを拒むのか。俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ、先に行った聖夜とシュンを追おう。ああ、そうだな。いざエリシオンへ。聖夜、紫龍、氷河、春、4人のブロンズセイントたちは超次元を超えてエリシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれパンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。待て、一騎。そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。彼らの後を追えばお前の体は消し飛ぶぞ。確かに、だが行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと。私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族はハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は本当はこのパンドラが生まれ育った美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。
アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのが死の神タナトスと眠りの神ヒプノス。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命あるもの全てが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るために幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ。お前たちに命の厚さというものをぶつけられ目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。これを受け取れ、一騎。それがあれば冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ。真に恐るべきはタナトスとヒプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろパンドラ。わかったよパンドラ。お前の悲しみはこの一騎が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいいパンドラ。何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかしアテナは一体どこに。困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。お前は。我が名はタナトス。なんだその銀色の髪と瞳は。お前はスペクターか。スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと。なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした。死んだ。今頃は私の兄弟眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな。嘘を言うな。ハーデスはどこだ。バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。私の可愛がっているニーフが怯えてしまったではないか。ファイト。調子に乗る。しかしお前のような富に足りない存在が
この嘆きの壁を通り超次元へと超えて、このエリシオンにたどり着く。さあ、ご変異でしょ。調子に乗るな。こしゃくなまれ。このエリシオンは神話の時代から一度たりとも汚れたことのない。お前のようなセイントが土足で踏み荒らすとは、死をもってしても償いきれぬ。こしゃくなまれ。これ以上ハーデス様のお近くで騒がれては目障り。もはやたとえこの場がセイントの血で汚されるのか、俺はお前を殺すぞ。こしゃくなペガサスめ、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。俺はまだ死ねない。俺にはまだやるべきことが。エリシオンの無重視消えたよ。こしゃなペガサスめ、まばたきするのはその命。まだまだ腐ってくれる。体中の力が抜けていく。燃えろ俺のコントペガサス優勢くん。ケイオウィナー。負けられない。アテナのためにも。ちょっと手加減しすぎたかな。今ので終わりか。俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに責めさえなんでから殺してやる。そら、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん、姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ。お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシオンへ潜り込んだセイントはこれで全部か。ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。ファイト。決して呼びになった。何でも蘇るのだ。俺は認めん。何度蘇ろうと同じこと。司る神、いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だが、俺は神など信じるたって。お前の天使兵を使ったのか。フェリックス剣末。勝者
剣は肉体よりも精神を下す。あなたは俺が倒す。貴様のようなウジ虫が神である私を傷つけることなく絶対に不可能。神の力を絶対に不可能。ことは聞き飽きた。俺たちは何度も不可能を可能にしてきたんだ。こしゃくの真似どうした。調子に乗るな。フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスを滅ぼすなど少子。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。圧倒的な強さで聖夜たちを倒したタナトス。聖夜たちにとどめを刺そうとしたその時、遥か彼方よりエリシオンに響いたのは、冥界に残された12体のゴールドクロスが共鳴する音だった。なんだこの巨大なコスモは。バカな、ゴールドクロスがこのエリシオンに近づいてくる。神以外不可能なことを一体何者が。神、まさか。ハーデス様、アテナに引けを取らぬこの大いなるコスモは怪豪ポセイドン。アテナの壺に封印されて再び長い眠りについたはず。それがなぜ。いたぞ、サジタリアスのクロス。水亀座、アクエリアスのクロス。天秤座、ライブラのクロス。乙女座、バルゴのクロス。獅子座、レオのクロス。ゴールドセイントの魂と共に我らここにゴールドクロス装着。かつては戦い敗れたアテナに加勢するなど、ポセイドンも情けない神よな。だがゴールドクロスをまとったくらいで神である俺に勝てると思うな。バルゴのクロスよ、僕に力を。私の可愛がっているニンフが怯えてしまったではないか。ファイト。社会魂を感じる。俺は認める。今度は僕が相手だ。ポセイドンも甘いな。ゴールドクロスを打ったくらいでこいつらに勝利を与えたつもりになっている。そんな攻撃では。
今まではそのゴールドクロスが常に勝利を導いてくれたよ。今度ばかりはそうはいかんぜ。ハーデス様の死者の名前は神、その神の名前はゴールドクロスなど何の援軍になるか。アテナと共にお前たちの前にエリブル・プロビデンス、これは見たハーデス様の勝利となる。そんなことには決してさせない。もうすぐ太陽は隠れ、これは地上は完全な闇。孔雀の前、お前とお前の帰りを待つ一族の人間の死と共に。これは見たゴールドクロスが粉々に。ビノ、ゴールドクロス、僕には強力すぎるかな。本当の力を出してしまった。やったか。何を偽りの勝利に酔いしれている。話に聞くゴールドクロスがよもやこの程度とはな。遊びは終わりだ。何、ゴールドクロスが破壊された。バカな。88のクロスの最高位に位置し、神話の時代より一度たりとも破壊されることのなかったゴールドクロスが、究極のクロスがここまで完璧に砕け散るなんて。神である俺の前でゴールドクロスの加護など無に等しい。終わりだ。俺たちに残されたものはこれで何もかもなくなっちまった。もう何もかも。ポセイドンの助力でエリシオンに出現したゴールドクロスを身にまとい、聖夜たちは再びタナトスに立ち向かった。だがそのゴールドクロスもタナトスの恐るべき一撃により粉々に粉砕されてしまう。力を使い果たし絶望のうちに倒れる聖夜。もはや万事休すかと思われたその時、聖夜の耳にアテナの声が響くのだった。どうしたのです、聖夜。こんなところで諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。アテナ。でも今度ばかりはもう全ての力を使い果たしてしまった。ゴールドクロスさえ壊され何もかもなくしてしまった。何を言っているのです、聖夜。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。命？そうです。人間にとって、いいえ、生きとし生けるすべてのものにとって、神に与えられた最高に光り輝くかけがえのないもの。諦めてはいけません。命ある限り、奇跡は必ず起こせるのですよ。聞こえる。アテナの声が、姉さんの声が、俺を励ますみんなの声が、諦めてなんかいられないんだ。この命のある限り。バカな。こいつ再び立ち上がってくるとは。これは一体何だ。体に付着していたブロンズクロスのカスが炎のように燃えている。バカな。クロスが
灰と化したブロンズクロスがこのような形で蘇るとは。しかもクロス全体から立ち上る神々しさはまるで。そうだ、カムイだ。ヒプノス、まさかこのクロスが本当にカムイだと。お前はそういうのか。カムイ。カムイとはその名の通り、ゼウス率いるオリンポスの十二神が選ばれた神々だけがまとうことを許されたものだ。それが何故このウジ虫のような人間の体に。思い出せタナトス、神の血によって蘇ったクロスは限りなくカムイに近づく、いわばゴッドクロスになる。そして私たちは遥か神話の時代に一度だけそれを見たはずだ。ゴッドクロス。聖夜はアテナの血の助けを借り、コスモを究極まで高めたことによって、自らその伝説のゴッドクロスを蘇らせたのか。アテナの血によって復活したクロスにこんな大きな秘密が隠されていたとは。今やペガサスはただのセイントではない。見くびると取り返しのつかぬことになるぞ。俺は認めん。こんな死に損ないに何ができるか。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ブロンズのウジ虫、無駄なことはやめるがいい。ファイト。バカな、こしゃくなまねを。ちょうどゲッタラドス。俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。俺は認めん。調子に乗るな。お前は行けるところはただ一つ、無限地獄と知っていよう。こしゃくなまね、忘れているようだな。それが神だということ。仮に貴様が神と同じくらいまで登ったとしても、そこでようやく互角に立ったのは大間違いというわけだ。ペガサス。なるほどな。分かったぜ、ただと認めない。戦の気を緩めることなく、極限までコスを高めてやる。神の力を、無限地獄へ落ちるがいい。テリブルプロビデンス。うわー、消え失せろ、ウジ虫め。全ては終わりに近づいたのだ。スイヤー、ペガサス、水星剣。KO、ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。まあまあだな。バカな。神である俺が人間に敗れるなんて。やった。ついにタナトスを倒したぞ。タナトスめ、相手を見くびるからそういうことになるのだ。ヒプノス、答えろ。アテナはどこにいる。彼方に見えるあの神殿、あそこはハーデス様の真の肉体が神話の時代より眠っておられる場所だ。今やアテナもその神殿で眠っている。ただし普通の眠りではない。このヒプノスが与えた永遠の眠りだ。そしてその実はエリシオンに伝わる聖なる大亀の中に閉じ込められている。しかもその大亀は血を吸い取るのだ。真っ白な亀が少しずつ赤く変わってゆく。やがてアテナの血をすべて吸い尽くして真紅に満ちた時、アテナの命も終わっているだろう。アテナの命はこの身に変えても助け出す。
今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このヒプノスと対等に戦えるつもりか。ファイト。邪魔だ。どけ。死ねえ、落ちろ。なかなかお前も倒して通るまでだ。私はお前を見くびりはしない。さあ、永遠の眠りについてもらうぞ、ペガサス。何が、バカな。何、面白い。止まって見えるぞ。面白い。受けよ。何があろうとも俺はアテナの元へたどり着いてみせる。教えておくが、このヒプノスが頑強なタナトスとはわけが違うぞ。死は全てを無にするが、眠りは何者をも破壊しない。このヒプノス、乱暴な死というものは好まぬのだ。ゴッドコースをまとったお前は、たとえ眠りにつかせてもアテナの血によってよみがえるかもしれん。気は進まぬが、とどめを刺させてもらうぞ。深淵へ落ちろ、ペガサス。ついてこい。受けよ。まだまだ。受けよ。バカな、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 人間の顔を見えるぞ。言ったはずだぜ、先を急ぐとな。ここで終わらせてやる。何、何、バカな、何、何、その程度か。コスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。終わりだ、シュプノス。バカだ。ゴッドクロスをまとったとはいえ、ペガサスの力がここまで高まっているとは。この私が人間に敗れるとは。ついにハーデス神殿にたどり着いたセイヤは、大亀に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷をもってしても破壊できないという大亀は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体をもってついに復活するのだった。お前がハーデス。なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳とは。まるで深い泉の底のような。悲しいな。何？お前たち人間がだ。自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとするとは、お前たち人間にとって
神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカな！お前が敬うに値する神だとでも言うのか？神とは正義であるはずだ！人間を抹殺して地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか！今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。天に唾する愚かなる者よ、さあ殺してくれるぞ。ファイト。はハーデス。悲しいな。俺は貴様を神などと認めない。俺の命、コスモを全て燃やし尽くして、ハーデス、お前を撃つ。俺の最後の技、ペガサス流星拳。行くぜゴッドクロスよ。ペガサス流星拳、行け。よし、おのれ、どこまでも世の邪魔をするな。俺は絶対に沙織さんを助ける。地上の正義のために、愛する人たちのために、今こそ燃えろ。俺の命よ、俺のコスモよ。死を受け入れない。棟梁団にしてくれる。この男まだバカ。いけんよ。ウィノー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。信じられん。まさかこんなものが世の体に傷を負わせるとは。そういえばこの男、そうだ、神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時のセイントもペガサス。許せん、この男だけはもはや二度と転生できぬようにして葬ってくれるぞ。さっきからわけのわからんこと。お前たちがいかにあがこうとも、もはや全てが終わったのだ。見ろ、暗黒に包まれた地上の姿を。そうだ、今や太陽は完全に月に覆い隠された。ここにグレイテストエクリプスは完成したのだ。一直線に並んだ9つの星は二度と動くことはない。これで地上は永遠に暗黒の世界になったのだ。今度こそお定際よく死ぬがよい。このハーデスから直に死を与えられることこそ光栄と思え。な、これは何かの力がペガサスを守っている。セイヤ、あなたを命の玉に包みました。そこにいればハーデスも手出しはできません。まさかアテナが蘇ろうとしているのか。アテナ、今こそこのクロスを。ハーデス、神話の時代から続いたあなたとの戦い、
これで決着をつけましょう。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。アテナ、人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。ファイト。悲しみを捨てない。まだ立ち上がるというのか。これまでに倒れていった多くの者たちのためにも、これくじけるわけにはいきません。まさかあなたはこのハーデスの肉体を死にからおびき出すために自らヒュプノスの手に委ねられ、その大金に入っているというのか。あっ、愚か。あなたは神なのだ。なのになぜそうまで愚かな人間のために戦うのか。違います。あなたが思うほど人間は愚かではありません。コスモよ、そこをどけ。ニケの力、信じられん。人間ほど愚かな存在があるのに。だからこそ地獄が必要なのだ。悪行を重ねれば未来永劫の苦しみが消えねばならんのだ。信じられん。それはあなたの傲慢というものです。聖ある者はいつか死ぬ。罰が下りますか。死というものに支配。誰にも出来はしないのだ。KO! ウィナー。この戦いでまた一つ神として成長できました。セイントの足でまといにならぬようにせねば。一匹の虫も殺さず、一輪の花も摘まずに一生を終えられる人間が一人でもいるでしょうか。どんな善人でも悪行は犯してしまうものなのです。ならば人間はその存在が罪であろう。いいえ、それが生きていくということなのです。それらの罪は死によって全て清められるのではないでしょうか。なのに生前の罪を理由に人々を苦しめるなど。ハーデス、あなたは間違っています。人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。さあ、人間のために死ぬがいい。サオリさん。セイヤ、しっかりして。セイヤ、地上では姉さんが待っているのよ。アテナ、姉さん。セイヤ、死なないで。死んではダメ。あなたを愛する人のためにも生きて。お願い、セイヤ。アテナよ、人間と一緒にいるうちにあなたもすっかり愚かになったようだ。ペガサスが命がけで作ったチャンスを泣きじゃくってみすみす逃すとは、そのペガサスも自ら死に飛び込むとは、つくづく愚かな男よ。ハーデス、あなたは愛というものを知っていますか。何？確かに神から見れば人間はどうしようもない愚かな存在かもしれない。でも人間はどんな人でも愛というものを持っているのです。その愛のために人間はどこまでも優しくなれる、どこまでも強くなれるのです。たとえ神といえども、愛を知らぬあなたに人を罰する資格などありません。
ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。たかが人間がいくら力を結集したところで神を討ち取れると思うのか。ファイト。アテナ、言うことはもはやそれだけか。ならば愛なる何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。信じられん。そうはさせんぞ。悲しみな。俺たちのコスモよ。アテナを、アテナを守るんだ。ニケの力。何かな。アテナ、それで二度と火を引き込めることはない。アテナ、ニケの力。今こそ俺の全てをあなたに託す。死ぬ。一気。何だ、この者たちのコスモ。死ぬ。何。アテナ、俺のコスモをお渡しします。アテナ、俺たちのコスモ、今もこの勝利の女神ニケの杖に。死ぬ。勝負は確かに受け取りました。悲しいな。騒ぐな。ニケの力。悲しいな。諦めなさい、ハーデス。もはやあなたの負けです。決着はまだついておらん。神罰が下ります。安らかな眠りにつきなさい。はぁ、全て無に帰するのです。悪く思わないでください。愛を知りなさい。バカな、人間がようここまで苦しめるとは。何。KO! ウィナー。ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。もっとこのクロスになれないと。ついにハーデスを打ち破ったぞ。見たか、セイヤ。僕たちは勝ったんだよ。死を統括するヨガ、神であるヨガ、この冥界において倒されるというのか。信じられぬ。だがこのハーデスが滅べば、ヨガ作り出したこの冥界も同時に消える。地獄もエリシオンも全て。アテナ、あなたたちもこの世界の崩壊に飲み込まれ、共に消滅せざるを得ないだろう。結局人間たちに完璧な勝利などありえぬということだ。アテナよ、あなたは神でありながら一体いつになったら気づくのか。愛など人間が綺麗事で作り出した妄想に過ぎんということを。目に見えぬ愛など所詮何人も信じてはいないのだ。何人もな。ハーデス、私には聞こえるのです。愛のために身を燃やす人間たちの命の声が。それは喜びの歌。それは希望の光。みんな、帰りましょう。光ある世界へ。光あふれる素晴らしいこの世界へ。
さあ、どの戦いを振り返るのか、いつでもおいでなさい。